敵軍は未だこの領域を完全に掌握したわけではない。いずれの領土でもない。いわば中立のセクターが存在している。敵軍に先んじて中立セクターを奪うべきだと進言。領域を兵隊している隙を突かれたか。敵軍の接近を許すとは。だがあとわずかで兵隊できる。中立セクターの制圧を極力優先してくれ。うむ、敵の成敗は後だ。まずは中立セクターをいただこう。敵の相手は後回しかい。まずは中立セクターと。まずい、ここで中立を奪われれば敗戦の方向。こちらも中立セクターを狙う他にない。彼らよりも先に制圧しよう。そこが中立セクター。制圧のためロストマトリックスを探し出せ。おや、何の違和感が。この近くにロストマトリックスがあるようです。ご主人様、周囲を探してみましょう。怪しいところに攻撃するのです。動物的ないい感だ。残りのロストマトリックスも頼む。動物的ないい感だ。残りのロストマトリックスも頼む。たまもちゃん大勝利。この領土が明日の贅沢になるのです。敵を甘く見ていたか。中立セクターが取られたぞ。進軍します。優しく殺してあげましょう。このまま一気に攻めるぞ。各自戦力の手薄なところから落とせ。任せるがよ。世の華々しき活躍を見よ。おお、言われるまでもねえ。片っ端から攻め落とす。気がついたらマップが真っ赤っか。というか完全敗北寸前。我が軍大ピンチです。だらしのないこと。制圧完了しました。あとはお好きにどうぞ。中立セクターだ。ロストマトリックスを発見し制圧しろ。おや、何やら違和感が。この近くにロストマトリックスがあるようです。ご主人様、周囲を探してみましょう。怪しいところに攻撃するのです。ロストマトリックスを確保した。その調子だ。ロストマトリックスを確保した。その調子だ。気がついたらマップが真っ赤っか。というか完全敗北寸前。我が軍大ピンチです。制圧しました。ガンガン攻めましょう。中立セクターが奪取された。まあそうよ。そこが中立セクター。制圧のためロストマトリックスを探し出せ。おや、何やら違和感が。この近くにロストマトリックスがあるようです。ご主人様、周囲を探してみましょう。怪しいところに攻撃するのです。動物的ないい感だ。残りのロストマトリックスも頼む。引き続き捜索を続けろ。500体撃破か。おめでとう。こちらです。この領土が明日の贅沢になるのです。中立セクターを制圧されてしまったが、あちらの軍師も分かっているらしい。参ります。おめでとう。戦争の幅がどんどん上がりました。ご主人様、
気のいい獲物ですね。それも時期終わりですね。あと少しで敵軍のネジムマトリクスが完成してしまいます。お急ぎを。制圧しました。ガンガン攻めましょう。ああもう味方がピンチです。ご主人様、面倒ですが助けに行きましょう。一気ね。ノンストップです。決死の覚悟で来るがいい。勝とうが負けようが構わないのですが、こうなっては勝つしかありませんね。狐の姉ちゃんか。ここで会ったからにはこれ以上進ませねえ。あちらについたのは貴様の不運ね。軽くあしらってやるとしよう。華麗に決め。勝とうが負けようが構わないのですが、こうなっては勝つしかありませんね。炎天よ、払う。いい加減飽きてきましたね。そろそろ済ませてしまいたいのですが。いや、やりやがったな。はぁ、はっ、はっ、えい、お宅も。はっ、聞かねえよ。どれかを取り合ってます。お連れさん。あの、マスター、そろそろ体力が心配です。ジョイナ、はっ、はっ、舞い上がっていただきます。そら、嬉しいです。マスター、ポッパで瞳や、やりやがったな。片付けるとしよう。あ、このままだと味方がやられちゃいます。何？ご主人さん、いざ。水、雷槌、ピレフスがよ、虫けらが。何？ここで貴様を倒してしまえばいいのだろう。大変じゃ。ヘラに口をな、キュープ。物を極まる。分け知り顔ももはやここまで。望むことに引導を渡してくれる。
みっこ。おつおつ。おつおつ。勇気を出そうとしていたら、ついおずおずとしてしまって。みっともないですよね。でもいいんです、私みっともなくても。朝の続きをご所望ではないですか、ご主人様。いえいえ、皆まで言わずともわかります。当然ご所望ですよ、ご所。ずるいです、ご主人様。私はいつだってもうとっくに覚悟はできていて、あなたの都合なんてお構いなしにいっそ押し倒してしまえればと思っていますのに。それがこの千年郷、私の欲望のためだけに作られた都、その中心たる城の天守、さらにはとっておきの寝屋にこうして。なのにご主人様はそんな風に不意に押し黙って見つめて。私もう辛抱たまりませんです。誘い受け、誘い受けですか、ご主人様。よっしゃ、その挑戦受けたまわりますとも、ご主人様。あなたは私を恐れないのですね。立場は違えど、あなたは私を見つめてくれる。目を伏せず、まっすぐに。戦う者、ええ、その通りです。私は人ではなく災害と同じもの。私は破壊するためにこの星に落ちてきたセラフの全てを侵食し征服する。ムーンセルを停止させ地表の文明を一掃する。外来の絶対的な敵として私は生まれた。理由、私の理由、不思議ですね。同じ姿なのに本質が違う。同じ問いなのに意味合いが異なっている。あなたは私が私のままでいいと言った。否定するのではなく、在り方を許容したままで違う道を探すべきだと。でもそれは私にはない選択です。私はただ破壊する。命を壊したくはないけど、結果として壊れてしまう。文明を破壊する、生命を破壊する、それが私の在り方。変えることなど不可能です。諦めるのはあなたの方です。本当に無駄なあがき、無駄な問いかけだ。あなたの方こそ私の虜になるべきなのに、いつまでそうして私の虜であることを否定するのですか。余計なことばかりで体が重い。ああ、いつこの夢は覚めるのか。見つけました、ご主人様。いいところで突然フラフラしてらっしゃるから、まさかと思えばご覧のありさま。トンビに油揚げとか狐的にも中勘弁。かくなる上は浮気相手ともども炎天にて狐のお灸を据えま。待って、貴様いずこの晩神よ。その気配
その圧力覚えがあるぞ。そう、そうきましたか。よもや私と同じくして人類の敵対者とは、セラフに迫る未曾有の脅威。なるほど、お前か。いえ、ただなんとなく言ってみただけですから。ご主人様の意識に潜り込もうとする不貞の輩、すぐでも獄門送りにしたかったのですが、できませんでした。あれは随分と力のある存在でした。英霊アルキメデスが躍起になるだけはある。それだけです。ただの敵、決して情を移すべき相手ではありません。よろしいですね、ご主人様。やっと入れた。何よ、前よりすっごい結界なんか用意して。またいやらしいことしてたんでしょ。私の目の黒いうちは絶対。駒使い、寝屋の掃除を命じた覚えはないぞ。するか。いけるわ。完全に稲妻耐性を習得したわ。次のライブはアンプも100万ボルトよね。って、そうじゃなくて。何よ、今回はいきなり電撃なわけ？前工場もあんまりないなんて。今回は随分と余裕ないじゃない。未熟、次は指2本というところか。うわぁ、ちょ、すっごいビリビリする。別に、こんなのどうさっさと去りなさい、駒使い。慈悲深いご主人様に感謝することです。この場でお前が黒焼きに果てるのはあまりにも哀れとのおぼし召しです。ああ、慈悲深いこと。戻ればいいんでしょ。わかってるわよ。お見苦しいものをお見せしちゃいました。どうかお忘れくださいましね。さ、もう襲いかかったりはいたしません。今宵はゆるりとお体をお休みくださいませ、ご主人様。